皆さんこんにちは。バラエティやドラマなどで一躍脚光を浴びてもいつの間にかテレビから消えてしまう芸能人がいます。テレビから去った後別の業界で活躍している人もいれば、全く消息がわからなくなっている人もいるようです。今回はテレビから消えた美人芸能人17選をご紹介します。1人目は中村まなみさんです。中村まなみさんはテレビドラマ GTO の愛沢みやび役で脚光を浴びます。中村まなみさんは雑誌ブブカに不適切な写真を掲載され、大手芸能プロダクション嫌悪を解雇されました。このことで芸能活動が停滞してしまいますが、その後同誌を提訴し勝訴しました。しかし写真掲載の影響は大きく、所属事務所もスモーキー、検温、看護、ガイア、テンダープロ、オールウェイズと変遷。2015年の舞台出演以後に引退しました。2人目は藤本彩さんです。2000年第25回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞。それをきっかけに芸能界入りしました。熱愛画像が流出して芸能界を引退することに。2005年3月末で所属芸能事務所ホリプロを退社し芸能界から引退しました。3人目は小川誠さんです。元モーニング娘。でタレントの小川誠さんは2015年3月で所属事務所を退社し芸能界を引退しました。ホームページによると、小川さんは半年前から所属事務所に自ら申し出て話し合いを重ねており、ここ数年自分なりにずっと考え悩んだ末の決断と引退を報告増しした。27歳を迎え30歳を目前にした今、これまでの道を一度完結させて、これからは小川誠という一人の女性としてゼロから新たな道へのスタートを切りたいと考えていますと、第二の人生に意欲を見せました。今後は未定だと言いますが、またいつか芸能のお仕事へ戻ってくることがあった時にはよろしくお願いいたしますと、将来的な復帰に含みも持たせました。4人目は来栖敦子さんです。来栖敦子さんは激走戦隊カーレンジャーでデビューし、5代目ミニスカポリスで脚光を浴びました。しかし交際していた彼との金銭トラブルやそれ以前の自殺未遂の発覚などでワイドショーをにぎわせていました。ブログでは意味深な発言で心配されました。今までのタレントのお仕事に加えてソアリークでプレスのお仕事もしています。タレントのお仕事も大好きですが、ファッションも大好きな私にとって毎日がハッピー。現在はタレントとしてだけではなくアパレル関係の仕事もしているようです。5人目は大久保真理子さんです。大久保真理子さんは2008年にグラビアアイドルを引退し女優へ転身。2010年初めて一人3泊4日の旅行で訪れた台湾に一目惚れし、帰りの飛行機で台湾留学を決意。その半年後から台湾生活を始め中国語を習得し、現在は台湾を拠点に日本と中華圏の広告雑誌ドラマなどで活躍しています。2013年には日本人で初となる金賞賞にて受賞を果たしました。そして女優業と並行し台湾アンバサダーとして各イベントやメディアにて日本と台湾の架け橋的存在となっています。6人目は三浦早苗さんです。三浦早苗さんはアーティストハウスピラミッドに所属していた元女優、元タレントです。現在は引退しており一般人として生活を送っています。スカウトされモデルとして活動中。第4代メンズノンのガールフレンドに選ばれアルペンの CM に出演し注目を集めました。7人目は周防玲子さんです。周防玲子さんは2000年にフジテレビビジュアルクイーンに選ばれグラビアやバラエティ番組ドラマなどで活躍。2003年に名前をひらがな表記に改めました。2010年4月30日付のブログで芸能活動を引退し洋服ブランドのプレスという新しい職に就いていることを公開しました。8人目は野波真帆さんです。野波真帆さんは2007年に友人であるユンとザ・アザーズというユニット名でスタイリストデビューしており、同じ事務所の長澤まさみさんなどのスタイリストをしています。またザ・アザーズとして DJ 活動も行うなど女優業以外にも活動を行っています。2012年12月9日に俳優の三上健生さんと入籍、妊娠3ヶ月であることを自身のブログで報告し体調を考慮して出演予定だった。2013年1月期のドラマディナーを降板。2013年6月29日に第1子となる女児を出産。2013年公開の映画ツヤの夜
ある愛に関わった女たちの物語ではヌードシーンを演じています。9人では高井月菜さんです。2008年桃色クローバーの初期メンバーとして結成に関わります。 SKE48 第1期生オーディションに合格し、7月末にて桃色クローバーを脱退。2009年8月23日日本武道館の AKB48 選抜メンバー組閣祭りにおいて卒業されました。10人目は鈴木恵美さんです。鈴木恵美さんは2009年ブレイク寸前に男性スキャンダルのせいで急失速しました。事務所は同時期に鈴木と北川を競わせるように女優業にシフトさせ、鈴木はテレビドラマ、北川は映画を中心に軌道に乗った。ところが男性スキャンダルのせいで鈴木は大きく後退。結局今や北川が事務所の稼ぎ頭に近い稼ぎっぷりにまでなってしまったと関係者が発言しています。1歳年上のファッション関係の方と交際3ヶ月のスピード結婚しママになったことで話題と注目を集めました。11人目は藤崎奈々子さんです。短大在学中にデビュー、松本清の CM でのほんわかしたキャラクターで注目を集め、1997年にフジテレビビジュアルクイーンオブザイヤーに選出。藤崎奈々子さんは一般男性と事実婚状態。2人は共通の友人の紹介がきっかけで交際を始め、8年前から同棲しているといいます。藤崎さんは親しい友人らに結婚の意思はあるけど今は事実婚、それでも幸せで楽しいなどと明かし、長年料理学校に通って磨いた腕前を発揮。この男性とインドネシアバリ島を旅行するなど愛を深めているそうです。12人目は加藤のり子さんです。かつて桜っ子クラブ桜組の一員としてデビューし、マジカル頭脳パワーで人気を博したタレントの加藤のり子さん、一時期フランスに留学するなど表舞台から遠ざかっていた時期もありました。今ではラジオや教養番組、ロケ番組のレポーターとして活躍しています。中でもそのロケのレポーターぶりがかなり評判のようです。レポーターはまず喋りが上手くないといけないのですが、その点は司会をしていたこともあって問題ありません。あと地方ロケの場合売れっ子だと日程が取れず厳しいのですが、その点も問題ありません。もちろん知名度もありますし、サービス精神もあって何よりギャラが安いのが制作側にとってかなり大きいようです。笑いと芸能事務所関係者が明かしています。意外かもしれませんが、今テレビマンたちの間で加藤のり子さんの評価が抜群に高いんです。彼女はアイドル期、バラドル期と2回ブレイクした時期があるのですが、これからが3回目のブレイクになるんじゃないかってもっぱらの噂があるようです。13人目は葉月リオナさんです。1992年写真家相田ガロさんに見出され芸能界入り。翌年丘の上のひまわりへの出演で本格的にデビュー。美少女女優としてドラマ CM に出演して人気を得ました。デビュー当時の合言葉はやる気、元気、葉月でした。1995年映画で共演した真田広之さんとの不倫が報じられます。雑誌週刊朝日市場でのインタビューでは恋愛相手に奥さんがいても平気ですと語り、真田さんは当時の妻手塚さとみさんと離婚するなど魔性の女と呼ばれ、以降バッシングを受けることになます。1998年にハワイ州在住の寿司職人と電撃結婚するもわずか2ヶ月で離婚。2004年に別の男性と再婚。同年11月7日に長女を出産しました。なんと葉月さんの夫は不動産会社の御曹司。電撃婚から10年での仰天真相発覚。娘の手がもっと離れたら映画に出たいかな。今若くて面白い監督さんがいっぱい出てきてるじゃないですか。例えば工藤官さんとか、そういう若い人たちとやりたいですね。特にコメディとかやってみたいなと話しています。セレブ妻になっていた彼女、映画に本格復帰したら新しい魅力を見せてくれそうです。14人目は金原明日香さんです。金原明日香さんがそもそも所属事務所を辞めるきっかけになったのは、宮崎あおいさんの元夫である高岡壮介さんとのお泊まり不倫が報じられたことでした。金原明日香さんは高岡壮介さんとの不倫問題を報じられ両親に相談した結果、自ら事務所を辞めることを決意。金原明日香さんは芸能界に復帰の意思があるため次
次の事務所、現在探している段階ということでしたが、どうなったのかは分かりません。15人目は星野亜紀さんです。有料サイトも含め、長らくグラビア系の仕事が活動の中心でしたが、その中で最年長グラビアアイドルというキーワードを使い出し、2004年後半から急激に仕事が増え、テレビのバラエティ番組出演も多くなりました。2011年9月には一回り年下の JRE 騎手の三浦康生さんと結婚、翌年4月に第1子を出産するなど、公私ともに順風満帆でしたが、2012年12月、テニオク詐欺に関わったとして、警察から事情聴取を受け、その後は活動を自粛、メディアから姿を消します。芸能活動は依然自粛しており、ブログも更新されていないようです。ママ友のブログで、たまに写真が掲載されていますが、主婦業に専念している模様です。16人目は相沢ひとみさんです。かつてメディアでは、おっぱい番長と称され、3サイズは93、60、92というグラマラスボディで一世を風靡しました。しかし写真誌に素人時代のスキャンダル疑惑を報じられ、いつの間にかメディアでその姿を見なくなっていました。しかし現在31歳となった相沢ひとみさん、実は全盛期よりも美しくなっています。アメブロは未だに頻繁に更新しており、黄金のアイカップと言われた胸は随分しぼんでしまった印象ですが、みそじの女性とは思えないほどキュート。一時は表舞台に距離をとっており、かなり苦労して落ち込んだ時期もあったようですが、一部の週刊誌に報じられたように、年下のボクサー島村邦信選手と一時交際するなど、プライベートのおかげで随分持ち直したと芸能事務所関係者が明かしています。17人目は中森明菜さんです。16歳の時に出場した日本テレビ系のオーディション番組スター誕生、合格を機にバーナーパイオニアとのレコード契約を締結。1982年にシングルスローモーションでデビューし、2枚目のシングル少女 A がヒット。翌1983年にはセカンドラブ、キンクなどのヒットでレコードセールスはトップとなります。近藤真彦さんとの熱愛別れや連続テレビドラマ素顔のままでに主演するなど、公私にわたって話題を振りまいていました。2010年10月、体調不良により芸能活動の無期限休止を発表。2014年8月6日にはワーナーとユニバーサル時代の曲が収録されたオールタイムベストアルバム、オールタイムベストオリジナルとオールタイムベスト歌姫カバーが同時発売されました。いかがでしたか。今回はテレビから消えた美人芸能人17選をお伝えしました。厳しい世界では生き残ることが容易ではありません。様々な努力だけでなく運も必要なようですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。